1745年ジャコバイト放棄、または45年の反乱、ザ・フォーティファイブ、チャールズの都市は、チャールズ・エドワード・スチュアートが起こした、父・ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートのために、イギリス王位を取り戻す試み。イギリス陸軍が、オーストリア継承戦争の最中で大半が、大陸ヨーロッパを転戦しているのに乗じて決起したが、失敗に終わり、 1689年からの一連の放棄では最後のものとなった。チャールズは1745年8月19日にハイランド地方のグレンフィンランデ決起、エディンバラを占領して9月のプレストン・パンズの戦いにも勝利した。10月の作戦会議でイングランドのジャコバイトからの指示及びフランスがイングランド南部で同時に上陸することを保証して、 スコットランド人にイングランド進行を同意させた後、11月初にジャコバイト軍を率いてイングランドに進軍、12月4日にイングランド中部のダービーに到着したが、そこで引き返した。引き返すべきかの議論はカーライル、プレストン、マンチェスターでも行われており、ジャコバイト軍の多くはすでに進みすぎたと考えていた。進行経路は、 ジャコバイト支持者の多い地域を選んで進んだが、イングランドのジャコバイトからの支援が実現しなかったため、数の上で政府軍と比べてかなり不利になっており、撤退経路が切断される危険もあった。そのため、ジャコバイト軍の大半が撤退を支持したが、結果的には、チャールズとスコットランドのジャコバイトの間で、くさびが打ち込まれる形となり、ジャコバイト軍は1746年1月の フォルカークミュアの戦いで再び勝利したものの4月のカロデンの戦いで大敗、反乱が終結するとともに亡命スチュアート系の支持も無償した。チャールズはフランスに逃亡して再び放棄を計画したが支持を得られず1788年にローマで亡くなった。ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアート、ローシン王、アントン・ラファエル・メングス作、1740年代。 1688年の名誉革命により、ジェームズ2世及び7世が敗位され、その娘で、プロテスタントのメアリーと、オランダ出身の夫ウィリアムが共同で、イングランド、アイルランド、スコットランドの王位についた。しかし、メアリーも、その妹アンも後継者となる子供を残せず、イボテで、カトリックのジェームズ・フランシス・エドワードが、最近親の継承者となった。議会は、 プロテスタント国王の即位を保証すべく、1701年を追い、継承法でカトリックを王位継承から排除した。そのため、アンが1702年にイングランド女王に即位したとき、継承者は遠赤ながら、プロテスタントのゾフィー・ホーンデアプ・ハルツとなった。ゾフィーが1714年6月に、アンが同年8月に相次いで死去すると、ゾフィーの息子がジョージ一世として、 イギリス国王に即位した。フルーリー数奇鏡。1723年から1743年までのフランス最小。ジャコバイトがイギリスに対抗するための武器にしては弱すぎると考えた。スチュアート家を支持していたフランス王類14世が1715年に死去した後、その後継者たちは経済再建のためにイギリスとの平和を必要とした。 結果として締結された1716年の英仏同盟によりジェームズはフランスからの出国を余儀なくされ、彼はローマ教皇からの年金を受けてローマに住んだ。しかし、イギリスにおけるスチュアート家の支持者が主にプロテスタントで構成されており、彼らにとってこの行動は支持できないものだった。1715年と1719年の反乱はいずれも鎮圧され、 特に後者の失敗がひどかったため、それを計画した者が国王の利益と国王に忠実な臣民を破滅させそうと結論つけるほどだった。ボリングブルック施釈など追放されて、久しい者は恩赦を受け入れて帰国するか、外国で職にありつけることを選ぶようになり、多くの人々はスチュアート家に同情的であり続けたもの、の、スチュアート家福井の望みはついえたように見えた。ジェームズに、 息子、チャールズやヘンリーが生まれたことは、大衆の興味を維持することに貢献したが、ジェームズ自身は1737年までに、福井の望みを全て諦めて、ローマで安能に生活したという。1730年代より、フランスは、イギリスの1713年以降の貿易発展を、ヨーロッパにおける勢力均衡への脅威として見るようになり、それを低減させようとした。 スチュアート家の福井は取り得る選択肢の一つだったが、出費が高く危険が伴う上、スチュアート家がハノーバー家より神仏的というわけでもなかったためその価値は少なかった。持続的ながら程度の反乱の方が性能対価格比が良く、中でもハイランド地方が封建的な種族社会と山がちな遠隔地であるの二点で、反乱の地点としては理想的である。しかし、 スコットランドのジャコバイトの多くが気づいているように持続的な反乱は現地民に壊滅的な打撃を与えるという欠点がある。1737年のエディンバラにおけるポーティアス暴動は1707年の連合の後政府のスコットランドにおける政治力が失われていることを示す。反乱の機会はロンドン政府への不満によってもたらされ1725年に 爆破税暴動が1736年にポーティアス暴動が勃発した。1743年3月にはスコットランドでのみ軍務を行うという認識の第43ハイランド不評連隊がフランドルに派遣されたため短期間の兵士反乱が起こった。しかし、賃金や軍務環境の状況などをめぐる兵士反乱はほとんど見られないことでもなく、 最も激しい暴動は1725年にグラス号で起こった。グラス号は1746年にチャールズが私の友達がいない場所、そしてそれを隠そうともしない場所と述べた場所であり、ジャコバイト嫌いで知られていた。1739年、スペインとイギリスの間で米州の貿易をめぐる紛争が起こり、戦争に発展した。 スペインとイギリスの間の貿易紛争により1739年にジェンキンスの耳の戦争が勃発、さらに1740年から1741年にはオーストリア継承戦争が勃発した。20年ほどイギリス首相を務めたロバート・ウォール・ポールはトーリー島とハン・ウォール・ポールの愛国保育島が手を組んだため1742年2月に辞任を余儀なくされ、続いて 愛国保育党がウォルポール派と取引をして、トーリー党の大半を政権から締め出した。暴法と公爵などのトーリー党員は激怒、フランスにジェームズのイギリス国王福井への支援を求めた。イギリスとの戦争が時間の問題なのは明らかだったが、1723年よりフランス最相を務めたフルーリー・数奇教はジャコバイトが信用できない妄想家と考え、 他の大臣の大半もそれに賛同した。アルジャンソン公爵が数少ない例外の一人であり、1743年1月にフルーリーが死去するとフランス王売るい15世は申請、1744年11月にアルジャンソン公爵を外務大臣に任命した。1691年7月のオーグリムの戦いに敗北した結果、 アイルランド人の土地改革とカトリック関与への望みは立たれた。1745年の放棄でチャールズの顧問を務めた者は多くが亡命アイルランド人だった。亡命スチュアート家の支持者は1745年時点でもイギリスとアイルランドの政治に影響力を有したが、それぞれの目的は違い、お互いに矛盾するところもあった。 目的の違いは1745年の放棄において、特に、スコットランド人とアイルランド人の間で明らかであり、イングランド人からの指示を図るときに、ハノーバーさえの無関心をスチュアート系の指示に取り違えたほどだった。チャールズの顧問には、ジョン・オサリバンなどの亡命アイルランド人がおり、彼らはアイルランドに自治とカトリック主導を望み、新京都革命期のアイルランド同盟戦争後に、 没収された土地の返還も望んだジェームズ2世は1689年から1691年までのウィリアム・イト戦争においてアイルランド人の支持と引き換えにこれらの情報をしたがその約束が果たされるにはスチュアート家の福音が不可欠だった。サーワトキン・ウィリアムズ・ウィン、ウェールズの地主、庶民院議員。肖像ができている青いウエストコートは トーリー島ジャコバイトの証である。ハノーバー朝における野党としてのトーリー党は、イギリス貿易への保護を重要視する重商主義政策を支持した。このことは歳出をイギリス海軍の増強に向けることを意味し、大陸ヨーロッパへの派兵は、費用が高く主にハノーファーを利すると考えられた。この見方は、シティオブロンドンで特に強かったが、 外交官の方では外国に絡むことへの反対が、イギリスの貿易が損害を被らない限りとの条件付きであると見抜いていた。1707年合同法への反対は、スコットランド人ジャコバイトの間で一貫している。1715年の法規に参加したイングランド人の多くがカトリックだったものの、スチュアート家を支持する、トーリー党員のイングランド人とウェールズ人は熱烈な。 反カトリックが多かった。1715年の法規では軍歴にかけるプロテスタントのトマス・フォスターがイングランド人ジャコバイト軍の指揮官に任命されたが、その目的は法規がカトリック反乱と見られることを回避するためだった。1745年時点でもトーリー党員の多くがスチュアート家を支持し続けたが、彼らにとってイングランド国境界優位の確立の方が はるかに重要であった。そのため、彼らは、イングランド国教会を、チャールズ、カトリックに属する、顧問たち、チャールズの軍勢の大半を構成する、長老ハスコットランド人、さらに国境基地者全般から守る必要があった。ウェールズにおいても、ジャコバイトと、地することが18世紀のウェールズにおけるメソジスト、復興運動への敵意に起因することが多かった。しかし、 公明ジャコバイトは支持者を構成する諸派の差を認識できず、トーリー党からの支持がスチュアート家支持に起因するのではなく、ホイック党との政策上の違いに起因することも見抜けなかった。ウェールズのジャコバイトで最も目立ったのは、デンビーシャーの地主で、トーリー党の庶民委員議員だったサーワトキン、ウィリアムズ・ウィンであり、彼はジャコバイト組織である、 サイクルオブザ・ホワイト、ローズの指導者でもあった。彼は1740年から1744年まで、スチュアート家の代表と数度面会して、王子がフランス軍を連れてきたら、支持を保証すると述べた。結局、ウィリアムズ・ウィンは、放棄を通して、ロンドンに泊まり、ウェールズのジェントリで放棄に参加したのは、法律家のデイビッド・モーガンとウィリアム・ボーンだけだった。 1719年の放棄が失敗した後、スコットランドとイングランドで新しい法律が議決され、新獣先生を拒否する聖職者への懲罰が定められたが、この新獣先生とは、ハノーバー系の先生であり、スチュアート系の先生ではなかった。新獣先生を拒否したイングランド人聖職者は主に寝返りが許されるかを争点としたため、時間が過ぎるとともに、 それが問題となる聖職者が死去していき、問題は薄れていった。一方で、スコットランドでは、スコットランド国教会が、イングランド国教会との競技場の差により、独立性を維持したため、ジャコバイト反乱軍の指導者と参加者は、多くが、新獣先生を拒否するスコットランド国教会の聖職者を牧師とする教会に所属した。しかし、全員がそうだったわけではなく、 1745年の放棄を支持したスコットランド人ジャコバイトの間で最も一貫していたのは1707年合同法への反対であり政治上の自主を失う対価としての経済上の利益が得られていないと見られたのであったこのことは特にスコットランド議会のあったエディンバラそしてハイランド地方で顕著だったようやくすると チャールズは統一グレートブリテン王国の王位を取り戻そうとし、王権授説と絶対主義に基づいて統治しようとした。これらの思想は1688年の名誉革命で拒否されたが、イングランドとアイルランドのカトリック亡命者が大半を構成するチャールズの顧問によって支持された。そのため、チャールズの顧問の考えは1745年の 好奇を支持したジャコバイトの大半を構成するスコットランド人プロテスタントの考え、すなわち合同法、カトリック、そして恣意的な統治の3点に反対するという考えと大きく異なった。1745年末のチャールズ・エドワード・スチュアート。右に示すルイ15世の肖像画との類似点が見られる。フランス王ルイ15世1743年の フォンテーヌブロー条約において、ルイ15世とおのスペイン王フェリペ5世は、タイ,イギリスで共同補償を取ることに合意したが、これには、スチュアート家を福井させる試みも含まれた。11月、ルイ15世はジェームズに侵攻が2月に予定されていると教え、潮流に1回乗っただけでテムズ川までたどり着けられるという理由で、ダンケルクを出発地に選び、 そこに軍勢と輸送船など合計1万2000人を集結させた。イギリス海軍がこの動きに気づくことは想定されており、ブレストのフランス艦隊は、陽動作戦としてコレミヨガシに出港の準備をした。ジェームズがローマに泊まった一方、チャールズは秘密裏に進行軍との合流に向かった。しかし、ジャック・アイマールド・ロクフ・ユリュー・ブスケ提督率いる。 フランス艦隊が1744年1月26日にプレストを出港した時、イギリス海軍はそれを追跡しなかった。この時代の軍事行動は、一般的には冬を避ける傾向にあるが、大英の海軍活動は、海風と潮流で、海上封鎖がしにくくなる冬季に行われることが多い。しかし、同時に、危険も高く、今度も1719年の放棄と同じく嵐に、 アイ、フランス艦の多くが沈没するか大破し、六フイユ自身も犠牲者となった。3月、ルイ15世は、侵攻を取り消し、イギリスに宣戦線復刻した。8月、チャールズは、パリに向かい、そこで、スコットランド上陸を求めたが、そこで、スチュアート家とスコットランドにおける支持者の間の、連絡役であるサー・ジョン・マレー・オブ・ブロットンに会った。マレーが後に改装したところによると、 彼は、スコットランド上陸に反対したが、チャールズが、たとえ兵士一人しかついてこなくとも、来る決心があると返答したという。マレーがこのことを、スコットランド人に教えると、スコットランド人は再びフランスの支援なしに放棄する、ことへの反対を表明したが、チャールズはスコットランドさえ上陸できればフランスは、稲が王でも支援せざるを得なくなると踏んだ。 チャールズは1745年の最初の数ヶ月間を武器の購入に費やし、また、フランス軍が1745年4月のフォントノアの戦いで勝利したため、チャールズはフランス当局を説得して輸送船2隻を提供させることに成功した。この輸送船とは16門艦で、死略船のデュートリエ、そして1704年に、 イギリスから打破した64門の老朽艦、エリザベスであり、これら2隻には武器とフランス軍のアイルランド旅団のクレア連隊からの志願兵が乗せられた。戦列艦ライオンとの海戦により、エリザベスは武器と志願兵の大半を乗せたまま港に戻ることを余儀なくされた。7月初、チャールズはサンナゼールデモイナーとの7人と共にデュー・キュイエに乗船した。 モイダートの7人で最も有名なのは、亡命アイルランド人で、元フランス主官のジョン・オサリバンであり、彼は、参謀も務めた。7月15日、デュ・テュイエとエリザベスは、スコットランド西部諸島を目指して出港したが、4日後に、イギリスの戦慄艦ライオンに発見され、エリザベスは、ライオンとの4時間にわたる海戦の末、港に戻ることを余儀なくされた。 エリザベスがアイルランド人主眼兵と武器の大半を乗せていたため、チャールズにとって大きな損失となったが、彼は構わずデュー・ィゥイエで進み続け、7月23日にエリス・ケージ島に上陸した。マクドナルド・オブ・スリート氏族やノーマン・マクロードなどチャールズが連絡した人物の多くは彼にフランスに戻るよう進言した。彼らはチャールズがフランスの軍事援助のないまま上陸したため、 先の約束を破っており、また敗北で士族が受ける打撃にも有利をした。後に説得された者も,も多かったが、チャールズにとって、この説得は簡単なことではなかった。例えば、ドナルド・キャメロン・オブ・ロキールはチャールズが、放棄が失敗に終わった場合、彼の資産を全額保証して、ようやく協力し、マクロードや、マクドナルド・オブ・スリーと士族は、カロデンの戦いの後に、 チャールズの逃亡を手伝っただけだった。ジョージマレー教。指揮官としては有能だったが、チャールズとオサリバンとの関係が悪かった。8月19日、ジャコバイト軍はグレンフィンランで拒兵した。ハイランド部隊は拒兵に立ち会ったが、オサリバンはその人数を約700人とした。ジャコバイト軍はエディンバラへの進軍を開始、9月4日にはパースに到着、そこで、 ジョージ・マレー卿などの支持者と合流した。ジョージ・マレー卿は1715年と1719年の放棄に参加した後に恩赦を受けており、ハイランドの軍事監修を熟知していたためオサリバンの代わりに指揮を取った。その後、ジャコバイト軍は1週間かけて再編成を行った。8月9日、スコットランド民事高所委長団間フォーブスは、ジャコバイト軍上陸の確認を、 ロンドン当局に送った。政府側の軍勢は、サージョン・コープ率いる兵士3000人だったが、訓練を受けていない新兵であり、しかもマレーが寝返る前に、コープの顧問を務めたため、コープがジャコバイト軍の目的について情報にかけていた一方、マレーはコープの動向を熟知していた。ホーブスは、人々との関係を利用して、ジャコバイト側に組みしないよう押しとどめようとし、 ロキールやラバト教の寝返りは阻止できなかったが、サザーランド伯爵、バンド道氏族、フォートローズ教の指示は確保した。スコットランド民事構想委員長団官フォーブス9月17日、チャールズは抵抗に合わずにエディンバラ市に入場したが、エディンバラ城自体は政府軍が確保したままだった。翌日、ジェームズがスコットランド王でチャールズが摂政を務めるとの宣言が発された。 21日、ジャコバイト軍は、コープの軍勢に攻撃を仕掛け、エディンバラ郊外で行われた20分間にも満たない、プレストンパンズの戦いで、コープの軍勢を追い散らせた。フランドルのイギリス軍指揮官、カンバーランド公爵は1万2千の軍勢と共に、ロンドンに呼び戻された。スコットランドでの支持を固めるべく、チャールズは10月9日に、戦勝された。 合同の解体宣言を発し、10日に大位継承法の無効を宣言した。また1695年に議会が行った、クレンコーの虐殺に関する調査の議事録の出版を、カレドニアン・マーキュリー紙に命じた。10月中旬に、フランスが資金と武家を輸送してきて、さらに施設として、デギーユ公爵アレクサンドル・ジャンバーティスト・ド・ボワイエを派遣したことで、 フランスの支援が証明されたように見え、ジャコバイト軍の士気は大いに上がった。しかし、エルフォー教が後に改装したところによると、スコットランド人の多くはこの時点ですでに、チャールズの先制的なフルマイとアイルランド人顧問の影響を受けすぎたことを、憂慮していたという。15から20人の指導者で構成する、プリンスカウンシルが設立されたが、 チャールズはそれをスコットランド人が神によって選ばれた国王に敷いたものであるとして嫌い、諮問会の会議では諸派の分裂が目立った結果に終わった。エディンバラ城、1753年の版画。エディンバラ城は法規の全期間を通して政府軍が維持した。諸派の分裂は特に10月30日と31日にイングランド侵攻を討議した会議で明らかだった。 スコットランド人は足場を固めようとし、イングランド人の放棄やフランスからの侵攻への支援には前向きだったが自分でイングランド侵攻を行うことは避けたかった。一方の亡命アイルランド人にとって、スチュアート家をイギリス王位につかせることが、ジェームズ2世の保障したカトリック主導のアイルランド自治を確保する唯一の方法だった。チャールズはハノーガー家を追い出すことが、 スコットランドの独立を保証する最良の手であり、イングランドに進軍すれば数千人の支持者が合流すると訴えた。デギー・ユー・コもフランス軍がもうすぐイングランドに上陸すると諮問会に保証した。結局、諮問会は疑惑を抱いたまま、イングランドとフランスの支援を条件にイングランド進行に同意した。以前にスコットランドからイングランドに進行した時は、 ベリックイコールアポンイコールツイードで国境を越えたが、マレーはカーライルなど、1715年の放棄の時に、ジャコバイトを強く支持したイングランド北西部を通る、経路にした。ジャコバイト軍は11月4日を最後に、エディンバラを離れ、ロジャー・ハンダシド率いる、政府軍は14日に、エディンバラ市を奪回した。衛兵隊のフィンチリーへの行進、ウィリアム・ホガース作。 ジャコバイト軍からロンドンを守るべく兵士が招集された。マレーは入荷するアポンタインにいる政府軍の指揮官、ジョージ・ウェード将軍を欺くためにジャコバイト軍を2体に分けた後、11月8日に抵抗に合わずにイングランドに侵入した。10日、カーライルに到着した。カーライルは1707年の合同以前はイングランドスコットランド国境における。 重要な要塞だったが、1745年時点で、その防御工事の状態が悪く、中流軍も年寄りのベテラン兵士80人だけだった。このような状態にもかかわらず、ジャコバアイト軍は、工場法がなかったため兵糧攻めしかできなかったが、それを行う装備も時間もなかった。しかし、ウェードの救援軍が雪で遅れると知った、中流軍は15日に降伏した。 12月にカンバーランド公爵がカーライルを脱会したとき、彼は幸福の責任を負う者を処刑しようとするほど激怒した。ジャコバイト軍は小部隊の中流軍を残して進軍を続け、11月26日にプレストンに28日にマンチェスターに到着した。マンチェスターでは初めて多数のイングランド人兵士が、 入隊、ランカシャーのカトリックであるフランシス・タウネリーが率いるマンチェスター連隊に編成された。タウネリーは元フランス軍士官で1715年の放棄に参加した角で兄リチャードが危うく処刑されるという経歴を持つものだった。ダービーにあるチャールズ・スチュアートの像、ジャコバイト軍が道町に進軍したことを記念して建てられた。ジャコバイト軍は12月4日に ダービーに入場、諮問会は5日に会議を開いて、次の行動を討議した。フランス軍がイングランドに上陸する様子はなく、また大勢の群衆がジャコバイト軍の南進を見ていたにもかかわらず、多くの兵士が入隊したのはマンチェスターだけであり、1715年時点でジャコバイトの重鎮だった、プレストンでは3人しか入隊しなかった。 プレストンとマンチェスターでも諮問会が開かれており、多くのスコットランド人がすでに遠くまで進んだと考え、ダービーへの進軍に同意したのもチャールズが、サーワトキン・ウィリアムズ・ウィンが、ダービーでジャコバイト軍と落ち合う予定である、防ーとー公爵が戦略上の用地である、ブリストル港を奪取する準備を進めていると主張した結果だった。マレーはすでにできるだけ進んだと主張し、 カンバーランド公爵がロンドンから北上して、ウェードがニューカッスルから南下している状況にあっては、優勢の政府軍によって、スコットランドから切り離される危険があるとも主張した。チャールズは、ウィリアムズ・ウィント・ボーフォート公爵の状況について、尋ねられたが、彼はそこでようやく、フランスを離れてから、イングランドのジャコバイトの知らせを聞いていないと白状した。 これはチャールズが、さっきの諮問会で嘘をついたことを意味したため、彼とスコットランド人の関係は修復できないほどに、傷つけられた。ロイヤルスコッツやアイルランド旅団のスコットランド人と、アイルランド人正規軍が大量の武器、弾薬、資金を輸送して、モントローズに上陸したとの知らせが届くと、スコットランドで足場を固めるべきとの見方が、さらに強くなり、諮問会は、 圧倒的多数で撤退を指示し、翌日には北への撤退を開始した。カンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタス、1757年頃、頃現代に至るまで議論されることではあるものの、同時代の人々はたとえジャコバイト軍がロンドンまでたどり着けたとしても、ハノーバー朝の体制が崩壊するとは信じていなかった。ジャコバイト軍の決定は、 イングランドとフランスの支援の欠如によるものであり、現代の歴史学者の多くが、その決定を懸命であるとした。装備の軽いジャコバイト軍の優勢は後軍の素早さだったが、戦う必要がある場合は、重兵装の欠如が不利になる。カンバーランド公爵の軍勢に従軍していた、リッチモンド公爵は11月30日付の手紙で、ジャコバイト軍の選択肢を5つ列挙したが、 そのうちスコットランドへの撤退がジャコバイトにとって最良で政府軍にとって最悪である。イギリス政府はダンケルクで侵攻艦隊が準備されているとの報告について憂慮、したが侵攻計画がどこまで真剣なのかは不明である。1745年から1746年にかけての冬、モーリス・ド・サックス元帥はフランス北部に軍を集結させて、 フランドルへの攻勢を準備しており、一方ダンケルクは、死略戦の基地で常にせわしかった。侵攻の脅威にさらすことはイギリスに消耗させる上で、実際に侵攻するより、はるかに投資効率が高く、侵攻の計画は1746年1月に、正式に取り消された。イングランド新軍が与えた、最も大きい影響は、チャールズとスコットランド人支持者の間に、 お互いに深い疑惑を抱くようになったことである。エルフォー教が後に記述したところによると、マレーはスコットランドで戦争を数年続けることができると信じており、そうすることでハノーバー朝は軍勢を大陸での戦争に振り分けるためにジャコバイトと折り合わなければならなくなるという。皇軍の早いジャコバイト軍は追撃を振り切ることに成功、12月18日に クリフトンムーアで小競り合いが行われたのみで20日には、スコットランドに戻った。カンバーランド公爵の軍勢は22日に、カーライル城外に到着、中流軍が7日後に降伏したことで、ジャコバイト軍はイングランドから完全に撤退した。中流軍の多くが、マンチェスター連隊に所属しており、フランシス・タウネリーを含む、士官数人が後に処刑された。スターリング城。 ジャコバイト軍は2ヶ月かけて、包囲を行ったが失敗に終わった。侵攻自体はほとんど何も果たせなかったが、ダービーまで進軍して戻ってきたことは、軍事的には相当な成就である。ジャコバイト軍の戦意は高く、フレーザー、マッケンジー、ゴードン氏族から徴収してきた軍勢と、フランス軍のスコットランド人とアイルランド人、正規軍の増援により、ジャコバイト軍は8000人まで増えた。 フランス軍から供給された大砲は戦略上の用地であるスターリング城の包囲戦に使われ1月17日にはフォルタークミュアの戦いでヘンリー・ホーリー率いる救援軍を撃退したが包囲自体の進捗は遅かったホーリーの軍勢は撃退はされたもののほとんど無事であり1月30日にカンバーランド公爵がエディンバラに到着すると ホーリーの軍勢は再びスターリングに進軍した。多くのハイランド人がフォルタークミュアの戦いの後にハイランドへ去ったため、ジャコバイト軍は2月1日にスターリング城の包囲を諦め、インバネスに撤退した。カンバーランド公爵の軍勢は海岸に沿って進み、回路で補給を受けられるようにした。カンバーランド公爵は2月27日にアバディーンに入城したが、 両軍とも天気が好転するまで軍事行動を一時停止した。カロデンの戦いの地図。ジャコバイト軍採翼は前方に沼地が広がったため右に進むことを余儀なくされた。ラウドンのハイランダー部隊は政府軍採翼としてカロデンパークの壁の後ろに布陣した。フランスからの補給船の一部がイギリス海軍の海上封鎖を突破したが、ジャコバイト軍は 春までに食料、資金、武器がいずれも不足しており、4月8日にカンバーランド公爵がアバティーンを離れた時、ジャコバイトの指導部は海戦が最良の選択肢であると結論付けた。放棄が終わった後には、戦場選びの責任を負ったマレーとオサリマンの支持者が戦場の選択について論争したが、海戦の敗北自体はいくつかの要因があった。 カンバーランド公尺の軍勢が人数でも装備でも勝っていたこともあるが、ハイランド部隊の突撃の対処について特訓していたこともある。ハイランド部隊の突撃は速度とネーモーサをもって敵軍の戦列を破っており、成功した場合は、プレストン・パンズの戦いや、フォルカーク・ミュアの戦いのように戦闘が早期に終結するが、失敗した場合は踏みとどまることができなかった。 たびたび、イギリス本土における最後の開戦とも言われる4月16日のカロデンの戦いはわずか1時間足らずで、政府軍の決定的な勝利に終わった。前夜にカンバーランド公爵の軍勢に奇襲を仕掛けるべく、公軍したことで疲れたため、多くのジャコバイトはカロデンの戦いに参戦できず、結局参戦したのは5000人にも満たない。 ジャコバイト軍とよく休んで装備も整った7000から9000の政府軍だった。戦闘はまず砲撃で始まったが、政府軍の砲撃が連度でも、回数でもジャコバイト軍の砲撃を上回った。チャールズは持ちこたえ、カンバーランド公爵の攻撃を予期したが、カンバーランド公爵は、攻撃を拒否した。砲撃に対応できず大きな損害を出した、スコットランド士族連隊の一部が撤退を始めると、 チャールズは、自軍の電列に突撃を命じた。ジャコバイト軍左翼は前方に、沼地が広がったため右に進んだが、そこでは、カロデンパークの壁に行動を制限された。リーベン兵舎。カロデンの戦いの後、ジャコバイト軍の生還者、約1500人がそこに集まった。これにより、政府軍の戦列までの距離が遠くなって、突撃の勢いが減ることになり、 政府軍の砲撃にさらされる時間が長くなった。さらに政府軍は砲撃を武道弾に切り替えた。ハイランド部隊はそれでも政府軍の左翼に攻め込み後退させたものの完全に破ることはできず。さらにラウドンの連隊がカロデンパークの壁の後ろからハイランド部隊の側面に攻撃を加えた。反撃のできないハイランド部隊は陣形が破り混乱して後退した。 ジャコバイト軍、第2列のアイルランドとスコットランド正規軍が規律を保って撤退したため、チャールズや側近は機体撤退することができた。フランス正規軍など規律を保った部隊は撤退中でも隙をあまり見せなかったが、ハイランド部隊は多くが政府軍の隆起兵の追撃を受けて戦死した。政府軍の損害は戦死約50と負傷259であり、 戦場に残ったジャコバイト軍の負傷者は戦後に殺害されたとされ合計で死者1200から1500と負傷500となったその後の2日間生還者約1500人がリーベン兵舎に集まりチャールズは20日に解散を命じた彼は解散の理由について戦闘の継続にはフランスの援助が必要でジャコバイト軍は 彼がさらなる支援を持って帰ってくるまで待つべきと述べた。エルフォー教が後に主張したところでは、彼がチャールズに、彼の元に残った9000人の戦闘に立つべきで、生死を共にすべきと述べたが、チャールズはフランスに渡る決意をしたという。チャールズは、ハイランド西部で追ってを回避しながら、9月20日に、ようやく、フランス戦に拾われた。以降は、スコットランド人との関係がこじれていたこともあり。 二度と、スコットランドに戻ることはなかった。彼はダービーまで進軍する以前にも、マレーなどの裏切りを疑っており、このような怒りの爆発は戦況への失望や深酒によりだんだんと頻繁になり、スコットランド人の方もチャールズが保証する支援を信じられなくなった。ラバト教、ウィリアム・ホガース作。ラバトが裁判を受けるために、 ロンドンに移送される途上の戦闘オルバンズで描かれた作品。カロデンの戦いの後、政府軍は数週間かけてジャコバイト軍を捜索し、畜牛を没収したり、神獣先生を拒否する教派やカトリックの集会所を燃やしたりした。フランスの正規軍は捕虜として扱われ、後に国籍に関わらず交換されたが、ジャコバイト軍で捕虜になった3500人は、 反逆罪で起訴され、うち900人が恩赦され、650人が裁判を待っている途中で死亡、120人が処刑され、残りは追放された。貴族でジャコバイトであるラバト教、キルマーノック伯爵、バルメリノ教は1747年4月に斬首されたが、世論の風向きは変わっており、カンバーランド公爵が厳罰を堅持したこともあって、 ジャコバイトに同情的なものの間で虐殺者と呼ばれた。ハイランド人の服を着るチャールズ、1750年頃。1747年御社法によりその時点で、投獄されたままの者が御社された。その中には、フローラ・マクドナルドもおり、彼女には、王大,大使フレデリック・ルイスなど上流階級の支持者が多く、彼らは彼女のために1500ポンド以上の義援金を集めた。 以降、エルホー教、マレー教、ドナルド・キャメロン・オブ・ロキールは帰国できないまま死去。一方で1745年に、ロキールに雇われて、各地の借地寺に、ジャコバイト軍に入るよう迫ったアーチボルド・キャメロン・オブ、ロキールは、スコットランドに戻った時に、同じ氏族の人に裏切られたとされ、彼は1753年6月7日に処刑された。エディンバラより来たか。 アバディーンなどの港より内陸に進んだら整備された道路が少なくなり、またハイランド地方の正確な地図がなかったため、カンバーランド公爵の軍勢は進軍が遅れた。そのため、将来の反乱を避ける目的で新しい要塞が建設され、ウェードが1715年の放棄以降に始めた軍道建設がようやく完成、ウィリアムロイが初となる。 ハイランド地方の広範囲な測量を行った。また、1745年以前にも、経済情勢の変化により、圧力がかけられていた伝統的な種族性には、さらなる圧政政策が実施された。1746年のスコットランド世襲的、司法権廃止法により、種族長の種族人に対する権力が廃止され、同年の服装法により、 軍務以外でキルトを切ることが禁止されたが、後者については効果が疑問視され、1782年に廃止された。1785年頃のチャールズ・ジャコバイト運動は1746年に完全に消えたわけではなかったが、諸派の間で目的の矛盾が浮き彫りになったことで、ジャコバイトが脅威となることはなくなった。多くのスコットランド人は、チャールズの指導に厳滅、また、 イングランドにおけるジャコバイト勢力の衰退も1715年時点でジャコバイトを強く支持したノーサンバーランドやダラムといった地域でも1745年の放棄でほとんど支援が見られなかったことで示された。アイルランドのジャコバイト結社は続いたが、スチュアート系の支持というよりは既存の体制への反対によるものであり、やがて共和派のユナイテッドアイリッシュ面協会に吸収された。 1747年6月にデギー・イ公爵が帰国すると彼は海軍大臣モールパ伯爵に報告を提出したがそこでオサリバント・ロキールを除くジャコバイト指導者を批判特にチャールズへの評価がフランスにとってスチュアート家の福井よりスコットランド共和国建国の方が良いと極めて厳しいものだった。両軍の指導者にとって1745年の放棄は その生涯の最高峰となった。カンバーランド公爵は1757年に軍務から退き、1765年に卒中により死去した。チャールズはパリに帰還した時は英雄として歓迎されたが、1748年のアーヘンの和役によりスチュアート家は再びフランスを追われた。ヘンリー・スチュアートが1747年6月に、 カトリックの聖職者になったことは、暗黙的には、ジャコバイト運動の終結の受け入れとして扱われ、チャールズが彼を許すことはなかった。チャールズは、以降も再起をかけて1750年に秘密裏に、ロンドンを訪れたり、1759年に、フランス最初、ショアズール公爵に面会して、イギリス侵攻を討議したが、ショアズールは彼を無能な言いどれとして退けた。 1766年にジェームズが死去すると、教皇クレメンス13世は、チャールズの求めに応じず、彼をチャールズ3世として承認することを拒否した。チャールズは失望して、苦い思いを抱いたまま1788年1月に、卒中により死去した。ロマンの象徴としてのチャールズ・スチュアート、ヘンリエッタ・エリザベス・マーシャルの子供のためのスコットランド氏より、 1745年ジャコバイト放棄について、伝統的には、ボニー・プリンス・チャーリーに注目することが多いが、現代では、そのように着目しては放棄の本当の遺産が、不明瞭になるとの考えがある。また、スコットランド人ジャコバイトの多くにとって、愛国心が原動力となっていたため、1745年の放棄は、運の尽きた運動と文化が起こした最後の行動では、 なく、進行中の政治運動の一部である。ジャコバイト軍はたびたび、ゲール語を話す、ハイランド人が大半を占めると描写されており、2013年には、カロデンのビジターセンターが、エルホー教とバルメリノ教の衛兵隊、ジョン・マゴットのユサール部隊、ストラタラン主尺のパースシャー機兵隊などのローランド部隊をハイランド機兵に分類した。 ジャコバイト軍には確かに多くのハイランド人が含まれていたものの、ローランドからも優秀な部隊が出ており、また、スコットランド人以外にもイングランド人で構成される、マンチェスター連隊、そして、フランスとアイルランド正規軍もいた。1745年以前、ハイランド人が大衆に与える印象は野蛮で邪悪なハイランド人で、種族的にも、 文化的にも他のスコットランド人と全く違うとされたが、ー棄以降は高貴な戦士の部族となった。1745年までの一世紀もの間、農村の貧困により多くの人々がオランダのスコットランド旅団など外国軍に入隊するようになった。しかし、従軍する者は多かったものの、氏族社会の軍事は長年衰退を続けており、 氏族間の大規模な戦闘は1688年8月のマオール・リューアの戦いで最後となった。外国軍への従軍は1745年に禁止されたが、同時にイギリス陸軍への募集が奨励されたため、イギリス陸軍への入隊は加速した。ビクトリア朝では、抗戦的な種族への募集に集中する政策が取られ、ハイランド人は、祝教とドーグラー、 グルカ兵と共に、恣意的に、好戦的とされた。ジョージ4世、1822年。彼自身が設計した、ハイランド人の服装を着ている。1707年以前のスコットランド人作家は、ヨーロッパ全体の文化の一部とされ、独自性は少なかった。合同への反動により、スコットランドの独自性が現れ始め、一例としては、 アラン・ラムゼイなどの詩人がスコットランドの皇后詩に使用するようになった。1745年の放棄の後、過去のジャコバイトと現在の合同という二つの考えを一致させることは共通の文化的なアイデンティティを強調することを意味した。この見方はスチュアート系の同情を意味しなかったため、考えを一致させるがより容易になる。例えば、ラムゼイは1745年に エディンバラがジャコバイト軍に占領された時、同志を去った者の,の一人である。しかし、スコットランド史の研究は20世紀中期まで学校や大学でほとんど帰り見られなかった。オシアン・ニコライア・ビルゴール作、1787年。ジェームズ・マクファーソンのオシアン史は当時、ヨーロッパ中を風靡した。スコットランド工業を使用するスタイルは1745年以降も、 ロバート・バーンズなどによって続けられたが、多くの人々は、スコットランド社会の分裂に触れることを回避して、より遠く、神話的な過去に頼った。一例としては、ジェームズ・マクファーソンがおり、彼は1760年から1765年の間にオシアンの死を発表、ヨーロッパ中を風靡した。マクファーソンのオシアンがゲール語の原文から翻訳したものであるとの主張には、 論争もあるが、1746年以降の、スコットランド文化への意識は、スコットランドゲール語文学の流星につながり、その多くが放棄における出来事にも関連した。アリステア・マック・マヘイスター・アリステアが1740年代初期に、ゲール語発とされる世俗的な作品を著述した後、ダンカン・バン・マッキンタイヤや、クリスティアナ・ファーグソンなどがその潮流に続いた。放棄とその後の出来事は、 多くの作家が書いた題材であり、中でもさ、ウォルター・スコットが特筆に値する。彼は19世紀初期の作品で放棄を合同派の共通の歴史として描写した。彼の小説、ウェイバーリーの主人公は、スチュアート家のために戦うイングランド人で、政府軍の大佐を救った後、ハイランド人のロマンチックな美人を断って、ローランド貴族の娘と結婚した。スコットが、 合同派と1745年の放棄を融和したことでカンバーランド公爵のオイジョージ4世が放棄から70年後にキルトやタータンを着て肖像画に描かれることが可能になった複雑で分裂的な歴史の代わりに簡単で共通な文化や伝統を強調することでビクトリア朝にバーンズ・サッパーハイランド・ゲームズタータンなどが発明されまたプロテスタントが 主流の国にもかかわらず、スコットランド女王、メアリー、ボニー・プリンス・チャーリーといったカトリックの象徴を受け入れた。これらのシンボルは現代でもスコットランドの過去への味方を形成している。ありがとうございます。